ゾウハルの初出版のモノセフェール派ゾウハル、またはゾウハルはユダヤ教神秘思想の中心となる基本文献でトーラーの中介書でありアラム語で書かれている。後期の書、ゾハールとも言われる。その存在は1280年から1286年にかけてスペイン北東部カタルーニャ地方で古代アラム語の趣向が発見されたことで初めて明らかとなった。 ゲルショム、ショーレムによれば2世紀にイスラエル地方で話されていたアラム語のスタイルが用いられている。しかし、2世紀のタンナーであるシモンバル・ヨハイの編纂に偽されているが、実際には13世紀のスペインのカバリスト、ラビモーシェデレオンの創作とされる。ユダヤ神秘思想の中に出てくるセフィロトやアダム・カドモン、様々な天使、 膨大な数を取り巻く多くの天国などの諸々の神秘思想などがまとめられたユダヤ神秘思想関係の重要文献である。ゾハールについては16世紀のモーゼス・コルドベロなど後世の多くのカバリストが仲介を書いている。なお、セフィロトにも善悪の二つの理論体系があるとしてゾハールに影響をもたらしたラビン・イツハクが参考にした巧妙の書には 悪の起源の問題があり、他、良性具有理論やセフィロトの発生過程などの説明も記されているとされる。ゾウハル以前のバヒルはカバラ神秘思想の道を切り開いたカバラ神秘思想の最初期の文献と言えるであろう。ゾウハルの主題は二つある。一つは世界の創造に関わるセフィロトの神秘的解釈である。太陽から太陽光線が輝き出るように、 アインソフと呼ばれる神から連続して流出するものがセフィロトで現所の人間は完全なる人間として全部で10のセフィラから成り立っていた。この本来は完全なる人間の活動を阻害し宇宙的調和を乱すものが悪で、悪とはスイトラーフラと呼ばれる創造に際して破壊された旧世界の残存物であり、アダムが 生命の木と善悪の知識の木を分離した時にこの世界に入ってきたとする。もう一つは現世と霊界におけるユダヤ人の状況と運命である。ゾウハ春は世界の歴史の始まりから終わりまでの期間を7000年間とし、1000年ごとに6分した6000年間が旧約聖書の創世記における創世の6日間に当てはまるとし、7日目に当たる7000年期には、 すべての存在が原初に帰るとする。故に、ユダヤ歴は、西暦換算で、紀元前3761年を紀元とするので、世界の創造からすでに6000年近くが経過していることになり、現在を世界の終末だとするのである。ありがとうございます。